はい、じゃあ今回は、オレゴニアキャンパーのペグケースをご紹介してみます。で、大きさはこれ僕の iPhone と同じです。で、30センチのペグが余裕で楽勝で入る感じ。そして、外観はこんな感じで、両面が網になっていて、縦こんな感じで、こんな感じで、裏がなんか防水みたいになってて、足がこうついてる感じ、こんな感じです。で、今まで使ってたトラスコの、鉄のケースが重量に耐えられなくてぶっ壊れてしまい、で、こいつを、新しくゲットしました。で、ちょっと開けていきます。で、ここがベリベリになっていて、はい、で、ここはファスナーになっていて、こんな感じで、トートバッグみたいな状態にこれなってます。トートバッグみたいな状態でなっていて、まあ、グワバッと、する感じです。なので非常に取り出しやすいです。で、中はですね、こんな感じで、今こっちがスノーピークのハンマーとコールマンのハンマーとハンマーが2つ入っていて、で、その他ペグが、30センチの長いペグと、あと20センチのペグが合計で、30本入ってる感じです。で、そのぐらいでも、これとペグ合わせて、余裕で楽勝な状態です。で、中の方はですね、こんな感じで、ベルクロになっててですね、まあ、ポッケがこうついていて、これが両サイドに、こっちにもついてます。まあ、僕の場合これ使ってないんですけど、ここも使って、あ、ここだけだ。ここだけ、これが、あの、自由金具が入ってます。ね、これがこの中入ってて、こっち側にもこれポッケがあるけど、こっちも使ってないという感じです。で、ここの、トートバッグみたいになってるここの入り口のところは、これ、なんだろう、これ。めちゃくちゃ硬い、すっごい硬い、こう、鉄の棒じゃないんだけれど、なんかこう入ってるんで、形がこう、常にこうキープされてるような、そんな感じです。で、ここの中身は、まあ、防水シートみたいになってるんで、まあ、濡れたものを、濡れたペグとかをガンガン突っ込んでも、まあ、全然平気なんじゃないかなみたいな、そういう感じ。周りはここら辺はなんか普通の、なんだろう、ポリエステルとコットンみたいな、そんな素材になっています。はい、という感じで、オレゴニアキャンパーの、ペグケースでした。ご参考にしてみてください。